ト散歩始まりました。今回のカト散歩はですね、気仙沼市やってきております。宮城県ですね。東北東日本大震災ですか、僕は東北来たことなかったんで初めて、現場に来るということでちょっとね、いろいろ勉強して帰ろうかなと思っておりますけど、早速行きましょう。ここはですね、海の市っていう市場と氷の水族館で水族館が一緒になったところで、やっぱ気仙沼はね、水揚げが盛んということでね、漁業が盛んで、やっぱね、保存する氷のね、製氷技術もね、高いということでね、それもすごくこう、分かる資料館みたいなところに、ね、使われているらしいですよ。なんかもう不思議な気持ちです。はい、伝承館やってきました。12年前にね、あった東北大震災の、ここはまさに現場で、ここね、当時使われていた校舎なんですけど、3階でね、3階なのにね、近くの民家の車がこれで流されてきてここにあるということで、相当な勢いと、そして高さと、すごかったんでしょうね。はい、ここはね、校舎の4階なんですけど、このね、近くにあったね、冷凍工場、工場がね、激突した跡があって、もう水面がこの辺まで来てたらしいんですけど、この、なんかね、レターケースがね、錆びてるんですけど、あそこまで水面に来てて、それで流されてきた工場が激突したとか言ってましたけど、ここはですね、気仙沼市の展望スポットですけど、こう漁港がね、ここにね、1キロぐらい広がっているんですけど、ずらーっとここ船舶場になってて、もう船があの辺までずっと続いてるんですよ。もうそれぐらい、あ、なんか光ったよ番号が。もうこれエンタメ性もバッチリで素敵なところです。はい、ということで気仙沼市散歩させていただきました。まあ、ここは被災地ということでね、12年前にやった、東北大震災、その、傷跡がまだ残っておりますけど、ちょっと初めて来させていただいて、かなり勉強になりました。ありがとうございました。